皆さんこんにちは、ニューアロボ TV のみさとです。今回の企画は、この春これだけは注意して、骨格ストレートさんが着膨れする春服5選です。このチャンネルは皆さんの似合うを届けるために、着こなし方やアイテムの選び方などファッションのノウハウをたくさんお届けしています。もう3月なので春ですよね。暖かくなってきたので、もうそろそろ皆さんも春服を買いましたか？で、春はもう可愛い服がめちゃめちゃ増える一方で、もうね、肌見せが増えていくので注意がめちゃめちゃ必要です。で、春は夏ほど肌見せはありませんが、素材がね、こう柔らかかったり薄かったりするアイテムが多いじゃないですか。なので意外と気をつけなければいけない季節なんですよ。で、私はね、この体型なので、やっぱこう暖かくなるにつれて着痩せっていうのをとっても意識してコーデを組んでいます。30手前なんですけど、ダイエットをしてもなかなか結果って出づらいじゃないですか。なので着痩せを学べばすぐちょっと痩せたように見えるので、これを学んどくのはめちゃめちゃ大事かなと思います。なので今回は特にこの春トレンドのアイテムから着膨れする要注意アイテムをご紹介していきたいと思います。私と同じように着膨れに悩む方はぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。今回視聴者の皆さんに動画でご紹介したアイテムをプレゼントいたします。詳細は概要欄をご確認ください。ということで、一つ目の着膨れ要注意アイテムはこちらの今着ているショートアウターです。ショートアウターは冬にも続いてこの春もトレンドです。ただこのショートアウターは骨格ストレートさん要注意なんですよね。実際に着てみるとめちゃめちゃ着膨れしてませんか？はい、まず骨格ストレートさんの体の特徴は、上半身に厚みがあり張り感があるお肌が大きな特徴です。なのでこの骨格ストレートさんの着痩せする服の選び方は、上半身の厚みを隠して張り感のある肌に馴染む素材を選ぶことがとっても大切です。なのでアウターを選ぶ時もこのことを意識することがとっても大事なんですよね。ではなんでショートアウターが着膨れするかというと、ショート丈なので上重心がこうさらにこう強調されません？上にグッとね、目線がいってるみたいな。ショート丈の効果って、ウエスト位置をクッと高く見せて足を長く見せることだと思うんですね。ただその効果は骨格ストレートさんには逆効果で、こう足が長いっていう印象よりも、こう上がね、重心がいくので、ん？ちょっと太って見えるっていう第一印象に思わせてしまうんですね。じゃあ何を買えばいいかっていうと、それは丈感が腰骨あたりまであるアウターです。では具体的にどんなアウターかというと、はい、こちらに今出ているような形で、今回はニット素材のアウターを着てますが、もうこれはとにかく素材というよりも丈感が大事なので、デニムジャケットだったりトレンチのこうミニ丈みたいなやつでも何でも、素材は張り感のあるもので、丈感が腰骨あたりまであるものを絶対選ぶことをお勧めします。はい、ということで改めて比べてみると、ショートアウターと腰骨位置のアウターで見ると、やはりショート丈のアウターは目線が上に行って太ったという印象がちょっとあるかなと思います。まあ、とはいえどうしてもショート丈のアウターを着たいという方もいらっしゃると思います。まあ、私自身ファッションにおいて、もう着痩せだけが全てだとは思っていなくて、こうときめきのような、こうやっぱこれが可愛いと思って着るってことも大切にしたいと思っているので、好きな服を着たい気持ちはめちゃめちゃわかります。はい、なので今回ショート丈をどうしても着たい方はですね、ショート丈の下に着るトップスを、長めの丈を選んでください。はい、こちらに今出ている感じですね。で、このショート丈で重心が上がっているので、その重さをこう重心をこう下げるという理由で長めの丈を着ることがとっても大切なんです。で、その時にダボっとしたボトムスを合わせてしまうと、骨格ストレートさんの結果に細い部分であるふくらはぎ部分とかが隠れてしまうので、メリハリっていうのをつける意味でも必ず細めのパンツを選びましょう。ただ靴をヒールなどにしてしまうと、こうね、服のバランスが逆三角形になってバランスが悪くなるので、必ずシルエットは四角にすることを覚えててください。なのでブーツなど重ためのものがおすすめです。2つ目の着膨れ要注意アイテムはドット柄です。この2024年 SS のトレンドの柄の中にドットがあったんですよ。なのでドット紹介したいって思ったし、自分も欲しいと思ったんですけど、このドット柄によっては骨格ストレートさん要注意なんです。で、柄によっても着膨れんのって感じなんですけど、これね、絶対あるんですよ。
で、着汗したい人は必ずこれ見てもらいたいんですけど、具体的にどんなドットが着膨れするかというと、今こちらに出ているようにコントラストが薄いドットのボトムスです。ちょっとこう着膨れというか、なんかこうぼやっとしてる印象になるかなと思います。先ほどお伝えしたんですけど、骨格ストレッチさんは上半身を強調させちゃいけないんですよね。なので、こう目線をなるべく上ではなくて下に持っていくことがとっても大切です。で、今ここに出ているコントラストが薄いドットになると、こう肌に馴染むので、上に目線がいっちゃうと思うんですよね。こう分かります？ドットに目が行くっていうよりは上にシャツの方に目が行くみたいな感じですね。なので、骨格ストレッチさんはコントラストがはっきりしているドットを選びましょう。はい、比べてみるとどうですかね。全然違うんじゃないかなと思います。やっぱりコントラストがはっきりしているので、こう目線が下に行って上半身のインパクトを軽減できます。ただ、先ほどと同じく、やっぱりコントラストが薄めのドットをどうしても着たい方いらっしゃると思います。じゃあそんな時はもうジャケットを合わせましょう。骨格ストレッチさんが大得意なアイテムです。やっぱり得意なアイテムを着ることで着痩せするじゃないですか。多少苦手なアイテムを下に持ってきても上が着痩せするので大丈夫という感じですね。はい、なので今ここに出ているようなスタイリングをぜひ参考にしてみてください。ということで、3つ目の着膨れ要注意アイテムはシアーアイテムです。もうね、暖かくなってくるとシアーアイテムがより楽しめる季節かなと思います。で、今年もずっとですけど流行ってるシェアアイテムかなと思いますが、このシェアアイテムも骨格ストレッチさん要注意です。で、特に要注意なのはこちらに出ているような、こうシェアがね、こう何重にもこう重なっていたりとか、あとは細かい柄が入っているデザインのものです。はい、実際に着てみるとこちらですね、ちょっと着膨れしてませんか。で、やっぱ骨格ストレッチさんが着痩せするにはもう特に上半身を引き算することがポイントです。じゃあ具体的に引き算っていうのはどういうことかというと、この後もご説明しますが、もう何もない、もう二重に生地がなってとかそういうことがない、もうシンプルなものを引き算と言います。はい、で、こちらのシェアアイテムはまずこうシェアが何重にも重なっていることと、ところどころに細かいデザインが入ってるじゃないですか。これがもう足し算になっていて着膨れの原因となります。一方で、こういったこう足し算となる要素が入っているアイテムは、上半身が華奢なウェーブさんがめちゃめちゃ得意なアイテムです。貧相な印象にならないように足し算をすることで華やかさをプラスします。なので、体型によってめちゃめちゃ細かいデザインの話なんですが、似合う似合わないが大きく変わるんです。はい、じゃあ何が着合わせするかっていうと、先ほどもご説明しましたが、ハリ感のあるシェアで、こう何もデザイン性がないものです。はい、じゃあ比べてみるとどうでしょう。大前提ですね、もう骨格ストレッチさんはあまりシェアが得意ではないんですけど、どちらかというと今出ているようにハリ感のあるデザイン性があまりない方が着痩せしてるんじゃないかなと思います。一つ目のショートアウターの時にもご説明しましたが、骨格ストレッチさんはハリ感のある肌になじむハリ感のある素材がめちゃめちゃ似合います。なんでこうハリ感のある素材が似合うのかって私もずっと考えてたんですが、体の特徴と同じ素材を選ぶと似合うコーデが作りやすいということが分かりました。なので、ハリ感がある肌に馴染むハリ感のあるシアが骨格ストレッチさんにとてもお似合いです。でも、先ほどと同じくハリ感のない素材でデザイン性があるシアを着たい、すでに持っているという方もいらっしゃいますよね。はい、じゃあそんな時は骨格ストレッチさんが得意であるアイテムと合わせること、そうすることで着膨れを軽減するのでおすすめです。例えばジャケットを上から羽織ったり、ジレを着たり、そうすると1枚で着ているより着痩せしてませんか。で、シェアアイテムにこれは限らずなんですけど、得意なものと合わせることで着痩せする方法もありますので、私は骨格ストレッチだからデザイン性があるシェアは絶対に着ちゃダメとは思わずに、好きなものをどう自分の似合うに引き寄せるかっていうのを考えて、ぜひトライしてみてください。ということで、4つ目の着膨れ要注意アイテムはチュールスカートです。チュールスカートは今年は特に雑誌とかでも結構見かける機会が多いんですけど、まあ、定番と言っていいほど人気アイテムですよね。ただ、このチュールスカートも要注意アイテムなんです。
で、はい、実際にこちらね着てみた感じなんですけど、まあ、やっぱりなんかこうボリューミーになってますよね。骨格ストレートさんがお肉がつきやすい場所の中にやっぱりこう二の腕と太ももがあるんですね。私も本当にピンポイントでその部分のお肉がやばいんですよ。もうマジで落ちないんですね。もう私の話ですけど、もうジムに行こうかなみたいなことも考えるぐらい本当に悩みなんですよ。シュールスカートはこのお肉がつきやすい太ももだったりお尻周りの部分をこうレースの広がりによってもうよりこう広がって強調してしまうので着膨れしちゃうっていう要注意アイテムなんですね。でちょっと余談になるんですけど、この今回の企画はトレンド軸でチュールスカートをご紹介させていただいてますが、こうマーメイドスカートだったりとかティアードスカートだったりとか、こう太ももが強調されてしまうアイテムも骨格ストレートさんは要注意です。はい、じゃあ何が着痩せするのかというと、チュールの量が少ないアイラインのスカートです。で大前提、もうチュール素材は骨格ストレートさんの苦手なアイテムなので多少着膨れを感じるかもしれないんですけど、先ほど紹介したスカートと比べると全然こちらの方が着痩せしてるかなと思います。今までは自分の中で結構こうもうチュールスカートイコール着膨れみたいなイメージが強くて、こう全チュールアイテムが着膨れして見えるみたいなこうアレルギー的な感じがあったんですね。ただ今回こういろんなチュールスカートを履いて検証してみたところ、このチュールの量、この量が少なくかつアイラインであれば全然着ることができるんだっていうことが分かりました。はい、着比べてみると分かる通り、先ほどのチュールスカートはかなりチュールのボリュームが多くて肉がつきやすい太ももを拾ってそのまま布が広がっているのでより着膨れして見えちゃうんですね。ただこのアイライン、まっすぐストンとしているものはチュールが少なくてそこまで太ももの肉感とかも拾っていなく、かつ骨格ストレートさんが得意な直線ラインであるアイを作ることによって過度な着膨れはしないと思っています。でこのねダンダンダンとしたスカートって骨格ストレートさん着膨れるイメージあるじゃないですか。でも思っているより着膨れしてなくないですか。でこれ私の周りにいる友達の話なんですけど、やっぱり骨格ストレートさんで顔がフェミニンタイプの方ってもうザ・シンプルなものがやっぱりどうしても似合いづらくって、かといいつつこうフェミニンなアイテムだとこう柔らかい素材が多いじゃないですか。なので着膨れちゃうっていう悩みを持っている友達がいるんですね。やっぱでもそれって友達に限らず結構街の皆さんも多いのかなという印象が個人的にあって、でそんな悩みをお持ちの方はチュールスカートの量が少ないアイライン、これはねめちゃめちゃおすすめです。骨格ってあくまでもこうスタイルアップなので、こう自分の好きな系統だったり顔に似合う系統だったり、まあ、そういうものと掛け合わせて似合うアイテムを見つけていった方がいいのかなと思います。でもしですよ、この量が多い広がりのあるチュールスカートどうしても履きたいっていう方はですね、なかなか正直難しいんですけど、自分だったら今出ているように骨格ストレートさんが大得意なこの V ラインを味方につけて、あとはこう、ね、苦手な部分であるこう太もも腰あたりまである、トップスを合わせる、そうすることで着痩せを狙ってチュールを合わせるスタイリングにしてみました。とはいえここまで苦手要素があると着痩せっていう観点からはなかなか難しいなと感じました。なのでもしもこういったチュールスカートを着痩せする方法をご存知の方がいたらぜひコメント欄で教えてください。はい、ということで5つ目の着膨れ要注意アイテムはショートパンツです。去年に引き続きミニ丈のトレンドは継続しています。でこのね肌見せアイテムはもう春夏のね醍醐味じゃないですか。ただショートパンツは骨格ストレートさん要注意です。はい、こちら着てみた感じどうですかね。ちょっとはい恥ずかしいんですけど、はい、で私は正直あまりショートパンツは履かないんですよ。なので結構ここの撮影現場にいる時に結構ドキドキしたんですけど、なんで苦手かというと、これも先ほどのチュールスカートと同じ理由なんですね。やっぱ骨格ストレートさんが一番お肉がつきやすいって言われているこう太ももを見せているからなんです。一方でですね、骨格ストレートさんは膝から下のふくらはぎがとても綺麗なんです。でこれを見ている方どうですか。私もこう太ももとふくらはぎを比べるとふくらはぎが細いのかなって思ってるんですよ。皆さんも自分の足見てみてください。
で、大前提、着痩せするためには太い部分を隠して細い部分を見せるっていうことが一番大切です。で、それが叶うのがハーフパンツです。さっきのはショートパンツ、今のはハーフパンツです。骨格ストレートさんの太い部分である太ももを隠して細い部分であるふくらはぎを見せるホネスト大優勝アイテムとなってます。結構このちょっとの丈の差で全然違くないですか？具体的にどのくらいの丈がベストなのかっていうと、膝が見える丈です。ただどうしても肌見せしたい、ショートパンツを履きたいという方は、これ私の持論なんですけど、膝から10センチ上あたりならギリ許容範囲かなと思います。とはいうものの、膝が出るくらいの丈感が絶対領域ではあります。まあ、ただショートパンツを絶対今年も履きたいという方もいらっしゃいますよね。まあ、私も大学生時代の時は超デニムのショートパンツが流行ってたので履いちゃってたなって思うんですけど、全然着ていただくとは問題ないですし、さっきも言ったんですけど、ファッションっていうのは自分がワクワクするためにあるものだと思ってるので、ノープロブレムです。私のようにでも少しでも着痩せしてみせたいという方は、今履いているようにふくらはぎあたりまでこう靴下をこう持ってくる、目線を散らす形でスタイリングすると、若干なんですが着痩せすると思います。ぜひ参考にしてみてください。では最後おまけです。要注意アイテムとはちょっと話は変わるんですけど、今期のトレンドでウエストマークっていうのがあるんですね。このウエストマークっていうのは、骨格ストレートさんがもう手っ取り早くスタイルアップできる一個の Tips なんです。で、この Tips をさらに検証してみたら、新しくおしゃれ見えする Tips を今回発見したのでご紹介していきたいと思います。ボンキュッポン体型の骨格ストレートさんは、ウエストマークをすることでメリハリボディを際立たせて体型の強みを生かすことができるんですね。なので骨格ストレートさんにとってウエストマークっていうのはスタイルアップの強い見方なんです。そんなウエストマークのおしゃれなやり方について今回発見したので皆さんにお伝えしたいんですけど、ウエストマークする時のベルトは服のテイストと合わせると全体的にまとまりが出ておしゃれ見えするということです。具体的にどういうことかというと、今ここにカジュアルな服を着たバージョンで私が出てると思うんですけど、細いベルト、きれいめなベルトはやっぱり少し浮いてる感じがしません？逆にカジュアルベルトの方がしっかりとコーデに馴染んで一個のコーデとして成り立ってるかなと思います。骨格ストレートさんがもう手っ取り早くスタイルアップする方法、これがウエストマークなんですけど、やっぱりコーデに馴染んでいないとなんか違和感だなっていうのを感じさせてしまいます。なのでウエストマークをするときはしっかりコーデに馴染むようにテイストを合わせることを意識してあげてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。で、こう世の中にいるこうおしゃれな方たちってちゃんと季節感っていうのを出してるじゃないですか、コーデで。で、春夏になるともうどうしても肌見せっていう機会が増えますよね。で、そうするともう私にとってはもう悩みも比例して増えるんですよ。さっき説明の中でも言いましたけど、やっぱこうアラサーになるとなかなかダイエットの効果も即出ないじゃないですか。なのでこの着痩せテクっていうのをどんどん見つけて、少しでももう自分にとってもですし、皆さんにとってもこうお悩み解決の力になりたいと思っているので、これからもどんどん着痩せテクを見つけていきたいと思います。はい、ということでこの動画が参考になったという方はチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。温かいコメントも大歓迎です。私が全部返します。あとインスタとウェアもありますので、ぜひ見に来てくれると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ニアウラボ TV をご覧の皆さん、ニアウラボで超パーソナルスタイリングサービスを体験してみませんか？ ZOZO タウンから厳選された700点以上のアイテムから、 ZOZO 独自の AI とプロのスタイリストがあなたの似合いを見つけます。詳細は概要欄をチェックしてください。